俳優の佐藤浩市が4日、丸の内東映にて行われた映画、サイレント東京、公開中の初日舞台挨拶に出席。東京が舞台となる作品にちなみ、東京のおすすめスポットを聞かれた佐藤は、デートは映画館しか行ったことがないと発言し、登壇者を驚かせた。この日は、石田ゆり子、西島秀俊、中村治成、広瀬アリス、井野脇海、勝地涼、畑野孝文監督も出席した。サイレント東京は、畑健日誌が、名曲、ハッピー X、マス、ウォーイスオーバーにインスパイアされた小説に基づく、サスペンス。クリスマスイブに、東京で発生した連続爆破テロ事件に、翻弄される人々を描く。佐藤は、お恥ずかしい話ですがと苦笑いを浮かべると、60年、生きてきて、デートは映画館しか行ったことがないんですと発言。それだけ映画と共に歩んできた、佐藤の人生。この日は、俳優生活40年を迎える佐藤に、共演者から様々な質問が投げかけられた。メガホンを取った。畑野監督から40年俳優をやってきて心に留めている監督の言葉は？と聞かれた佐藤は23歳の時に出演した相米慎二監督作「魚影の群れ」1983での撮影に触れ、監督からダメだダメだダメだと言われ、なんでダメなんですか？と聞いたんです。そうしたら、てめえで考えろって、その一言は忘れませんと回答する。その後も、招致の壁にぶつかった時の乗り越え方、井の脇の、もし役者をやっていなかったらという、真面目な質問が続く中、広瀬が、好きな漫画は何ですか？と聞くと。佐藤は、拍子抜けしたように膝から崩れ落ちるも、ジョージ秋山さんのアシュラという漫画、少年誌に連載していたのですが、カニバリズムを描いた作品なんですと真摯に回答。すると、広瀬は、渋谷金魚がおすすめです。金魚が人を食べちゃうんですと続け、佐藤に勧めていた。また、佐藤が一番まともな質問が来ると構えていた、石田から、女性の好きな仕草は？と柔らかい質問が飛ぶと、佐藤は、せめて、こういう質問は、西島あたりまでにしてくれる？と嘆きつつ、女性が、女性っぽい仕草をしても何とも思わない。綺麗に化粧をしているのに、音を立てて鼻を噛んだりするのを見ると、人間っぽいなと思って惹かれてしまうんですと、真面目に答えていた。新型コロナウイルスの感染が再拡大する中、映画が初日を迎えた。佐藤は、明日がどうなるのかという状況下の中、こうして公開ができてよかったと安堵の表情を浮かべると。石田も、満員の客席を見渡し、全員マスクをされていますが、よく来てくださいました。本当に感動していますと感謝を述べていた。磯部正和。